コンテンポラリーレコードは1951年にレスター系日比によってロサンゼルスに設立されたジャズレコードレーベル。1945年設立のグッドタイムジャズのサブレーベルとして設立された。クールジャズ、ウェストコーストジャズを手掛けたレーベルとして知られる。同じく系日比によって作られたグッドタイムレコードとともに音質の良さが好評だった。 コンテンポラリーレコードに所属したジャズメンとしては、アートペッパー、ジェットベーカー、シェリーマン、アンドレ・プレビンらがいた。2020年代は、コンコードミュージックグループの参加にあり、ファンタジーレコードが形成している、オリジナルジャズクラシックより、リーシューされている。日本での販売元は、ビクターエンタテインメントを、主としていたが、2006年に、アメリカ本国の配給元が、 ユニバーサルミュージックグループになったため、日本もユニバーサルミュージックジャパンに移っている。ありがとうございます。